HPOFICEJET8010、HP OFICEJETPRO8020、8030 80シリーズのプリンタのコントロールパネルに、紙詰まりエラーメッセージが表示されたら、紙詰まりを解消しましょう。プリンタ内部の紙詰まりが生じやすい部分を調べます。正面ドアを開いて、カートリッジアクセスドアを持ち上げます。可能な場合は、キャリッジを片側にスライドさせて、 次に反対側までスライドさせます無理にスライドさせないでください見つかった用紙をすべて取り除きます用紙経路カバーを見つけてハンドルを持ち上げて取り外しますプリンタの内部を調べて見つかった用紙をすべて取り除きます用紙経路カバーをカチッと音がするまで押し込んで所定の位置に取り付けますカートリッジアクセスドアを下げて正面ドアを閉じます排紙トレイの両側にある 2つのボタンを押し下げてプリンタからトレイを取り外します。休止トレイが止まるまで手前に引き出してから用紙をすべて取り出します。トレイを持ち上げてプリンタから取り外します。休止トレイ領域を懐中電灯で照らし見つかった用紙をすべて取り除きます。休止トレイを元通りに取り付けから廃止トレイを取り付けます。休止トレイを引き出します。 用紙をセットし、ガイドを調整して、用紙の端にぴったりと揃えます奥に当たって停止するまで、用紙束をトレイに差し込みます給紙トレイを中にスライドします排紙トレイを引き出して、原稿を印刷してみてくださいエラーが解決しない場合は、次のステップに進みますプリンタをリセットすると、紙詰まりエラーを解消できる場合がありますプリンタの電源を切らずに プリンタと電源コードをプリンタと電源コンセントに再接続します。プリンタの電源が自動的に入ります。原稿をもう一度印刷してみましょう。問題が解決しない場合は、プリンタの保守サービスを依頼してください。HP までサービスや保証のオプションについてお問い合わせください。